暗黒カープあるある東出のコンバートパート3パート1、2はコメント欄からどうぞ。ではスタート。時は2004年春。俺は東出明宏。今年は木村さんの外野起用もあり得るし、セカンドのレギュラーを確立するぞ。シーズン終了後本当にダメだった。そして一番すごいのが新外国人のラロッカ。セカンドの守備要員って聞いてたのにこの成績。そしてショートのシーツは2年連続での活躍。二遊間揃ってこの成績の助っ人って聞いたことないぞ。そして木村さんは怪我で試合数減少。二遊間をまた組みたいな東で。はい、たった今シーツは阪神に移籍することが決まった。来年は木村の状態次第でショートの起用も考える。セカンドショート両方の練習をしておけよ。頼むぞ。はい。ああ、早くポジションを固定してほしいな。パート4に続く。